そう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 、さあさあ、おっと、アマダム選手はパックマンですね、まあ、マリオも使えるのでどちらが出るかと思ってたんですが、まあ、パックマンでしょうな、前パックマン使って勝ってたはずなんで、はいはいはい、2月か1月かどっか分かる、レモさんとハーベストさんいらっしゃいますか。さあこれ3戦目です。ちなみに両方1位です。テレビでお願いします。さあ下火を読んでしっかりと重ねていって、カタン技なのでパックマンに当たってしまうと、奥上が。互いに飛び道具はね、強力なキャラクターなんで、どんな感じになるんでしょうね。そうですね、これお互い自利品なんですかね、これは。両方とも崩しにあんまり行かない気がするんですけど。おっと、これは危ないぞ、一気に最終段。さあ、上強から空上、空上2回目はこれ読み合いでしょうかね、多分。おそらく読み合いでしょうね。すいません、おっと、これはしっかりアンチを守っているぞ。さあ、横 B で帰ってくる。駆け上がりにはしっかり掴みを重ねて、さあ復帰ルートを貫徹打つが、バックパンの復帰ルート、 おっとこれ空下を当てると非常に展開がいい。ブルード選手結構崖際に詰めてるんで、結構そこは見どころがあると思います。はいはいはい。さあ掴みを掴かして、あですね、一旦消火栓を置いて自分の時間を作ると。またどこまで貯める。おっとガードが足りない、危ないぞ。メロンを投げてスピードが遅くて当たってしまう。さあ着地、お互いにまた主体となる飛び道具を置いて時間を使っていくと。横引いて帰ってくるぞ。どうする、ちょっと反応が遅れて掴みにはその若い日を押していこう。さあ鍵をぶん投げておっさんごとなぎ倒していって、とこれはジャンプにギャラが刺さってしまって、みかんを避けてしっかり弱で反撃。さあジャンプをしっかり噛んで潰そうとするが当たらず、崖奪い狙っていくが噛み合わない。さあ透かし投げ、しっかりと暴れて、おっとベル、これはしっかり反応してガード解除、ジャンプキャンセル投げからのウエスマッシュ。さあ早く出てこいと。おっとウェビーで暴れていく、しっかりダッシュガードを見てから掴みを合わせて、おっと鍵がヒットしてしまった。この鍵からの爆弾で一気にこのパーセントになってしまう。おっと空白で、おっさんからの空白で消火栓は吹っ飛んで、しっかり飛び道具がショートジャンプで避けて掴みで確定を取っていく。おっと危ないぞこれは。さあこのこのその場上がり、通常上がりに合わせて空下見せてからのこの上強で回避を狩るっていうのは先ほどから何回か見てるんですけど強いですね。ストックを取り返したらちょっとパーセント下がった、パーセント的にきついが、まあこれお互いちょっと、おっと言ってたそばから追いついてきましたね。しっかり空白空白でパーセント稼ぎ。さあまた NB を待ってフルーツターゲットを貯めて待つパックマンを、しっかりと飛び道具でリスクをつけていく。駆け上がりどうする。おっとガンマンで、おっとおっとなんかこれはちょっと待って危ないよ。大丈夫だった、何をやっている、ヒヤッとしましたね。さあこれで精神状態を崩さないようにまた先ほどと同じような状態に戻していきたいが、おっとこの消火栓、下に乗っている時に上に立っている時に消火栓が吹っ飛ぶとそのガーフでダメージを食らってしまうと。さあ横スマッシュ、飛ばない、危ないぞこれは。無事だ、逆にカウンベル取った、これはおっと危ない。さあベルを手に入れたのが消えてしまったか。消火栓はしっかりジャンプで避ける、カンを巻いて、うまいですね、カンでその周りを潰してからの、おっと空前合わせてどうする、カンで襲かかってくるぞ。これは回目いか、おっと降りればいけたんですが、今ちょっと今あれでしたね、そうですね、はい、迷いましたね今。さあ消火栓吹っ飛ばして邪魔なものは飛ばしていって、しっかりと自分の有利な状況を作っていくと。おっと今のは、今のもかなりヤバかったですね。さあしっかり透かし投げ、噛んで復帰を抑制しつつの、これ危ないぞ、毎回ヒューエビーからごまかしていって、しかしながらこれは危ない危ない、ビルが襲い怖いぞ、ベル危ないぞ、これはベル消えた、おっとこれは今横スマッシュが入りそうだったんじゃないか、危ない危ない。さあまたベルを、さあどうする、加えましたよ、横尾浮かして着地狩りどうする、怖い怖い消火栓が怖い、これは噛んで届くか、まあチーム狙いましたね今、はい一人チーム狙いましたね。おっとこれは投げ死ぬんじゃないか、投げが噛
勝ったのはブルード選手。しっかりと逆転していって、ブルードダックハントがなんとかかんとか勝利をもぎ取った。ちなみにこれ3戦目です、はい、ブルードダックハントの勝利と。投げバーストがあるっていうのは本当にグザッと時に頼りになりますね。そうですね、まあでもあれパックマンは後ろ投げまだ死なないですね。ただまあパックマン掴みのリスクが全然違うんで、はい、下のには人権ないで。